関係進化のモデルでは、すべての文化は定められた段階を通して進歩する。一方、o、OK、系進化のモデルでは、それぞれの文化の歴史が強調される。社会文化的進化は、長期にわたって、どのように文化や社会が発展したのかを記述する、文化進化や社会進化についての理論を表す、包括的な用語である。このような理論は、典型的には、技術、社会構造、 社会的価値といったものの関係や、なぜ、それらが時間の経過とともに変化するのかを理解するためのモデルを与えるものであるが、実際には、多種多様であり、変異や社会変化のメカニズムを詳細に述べるものもある。19世紀の多くの社会文化的進化研究や20世紀のいくつかの研究は、人類全体の進化モデルを示すことを主眼としていた。その場合、様々な社会は、 社会発展の異なる段階にあるとされた。現在でも世界システム論のアプローチにこの考え方の延長が見られる。もっと最近の20世紀の研究の多くは個別の社会に特有の変化に焦点を据えており、社会進歩のような一方向への変化という概念を知り添けている。社会文化的進化理論の枠組みは多くの考古学者や文化人類学者の仕事で、 用いられている。社会文化的進化についての現代的なアプローチとしては、ネオ進化論や社会生物学、近代化の理論、脱工業化社会の理論などがある。人類学者や社会学者はしばしば人間には、生来社会的傾向があるが、人間の社会行動の各々は、非遺伝的な原因取り、学に基づいていると考えている。それぞれの社会は、 社会的かつ生物的な複合的環境の下で存在しているのであり、こうした環境に自己適応している。したがって必然的にすべての社会は変化することになる。初期の社会文化的理論は、オーギュスト・コント、ハーバート・スペンサー、ルイス・ヘンリー・モーガンらによって、ほぼ同時に唱えられた。彼らの19世紀的な探検的進化理論によれば、社会は、 原始的な状態から開始され、時間が経つに従って徐々に文明化していき、西洋文明の文化、技術水準に到達するまで進歩していく。ある種の形態の社会文化的進化理論は悪評、高い理論を導き、過去には植民地主義や奴隷制などのすでに行われている政策や、優勢学のような新しい政策を正当化するために用いられることもあった。 多くの19世紀的研究やいくつかの20世紀的研究は人類を単一の存在とみなした上で人類進化のモデルを提示しようとしていた。これに対して20世紀の研究の多くは OK 進化モデルのように個別の社会に特有の変化に焦点を合わせている。また一方向的変化という考え方も知り添けられている。多くの考古学者は OK 進化の枠組みで研究している。社会変化についての他の現代的な研究としては、ネオ進化論、社会生物学、二重相続理論、近代化論、脱工業化社会論などがある。西洋文明が社会学的知識を発達させるのに、数世紀先立って、14世紀スラームの学者、イブンハルドゥーンは、様々な社会は普遍的な原因によって、誕生、成長、 水体を経て最終的に死に至る循環を繰り返す生き物であると述べていた。とはいえ、社会や文化が徐々に変化していくという理論は近世ヨーロッパ思想では一般的であった。18世紀以前の大半のヨーロッパ人は社会は現世では水体期にあると信じていた。ヨーロッパ社会は古典古代を同型すべき規範と考えており、 古代ギリシアと古代ローマが到達していた技術水準に追いつくことを中世のヨーロッパ人たちは望んでいたのである。同時にキリスト教はエデンのソネや天国より根本的に劣った堕落した世界に人々が住んでいると教えていた。しかし、啓蒙時代にはヨーロッパ人の自信は増し、次第に進歩の考え方が広まっていった。 後年社会進化論や文化進化論の名で呼ばれるようになるもののルーツはこの時期にある。啓蒙思想家たちはしばしば社会がいくつもの発展段階を踏みながら徐々に進歩していくと考え、人類史の展開過程を明らかにする論理や秩序と一体一連の科学的知識を探し求めた。一例を挙げれば、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、どんぐりがやがて歌詞の木になるほかないように、 社会発展も不可否的で決定づけられた過程であると論じた。つまり、社会も、どんぐりと同様に、原始社会から出発して、工業化された、ヨーロッパのような状態に進歩していくのが当然で、あると考えられていたのである。時が経つにつれ社会も変化していくという議論は、ミシェルド・モンテーニュのような学者も行っているが、社会的文化的進化の展開の重要性が、 はっきりと認められたのはもっと後、スコットランド啓蒙においてであった。スコットランドが1707年にイングランドと合法した後、スコットランドの思想家たちの中に、イングランドとの交易の増大や交易によって生まれた、富が進歩と大敗をもたらしたとすれば、進歩と大敗とはどういう関係にあるのかということに、思いを巡らす者たちが現れた。 その成果が一連の仮説的な歴史である。アダム・ファーガソン、ジョン・ミラー、アダム・スミスらによれば、どんな社会も4つの段階を順次通過する。すなわち狩猟、最終、牧畜、遊牧、農業、商業の4段階である。つまり、これらの思想家は、スコットランドが経験しつつある変化は、農業社会から商業社会への移行だと理解していたのである。 ドイツの哲学者ヘーゲルらが唱えたような哲学的な進歩概念もこの時期に形成された。フランスではエルベシウスらの哲学者がこのスコットランド的伝統の影響を受けた。その後もこの思想は三詞門らによって発展を遂げた。特にオーギュスト・コントは社会進歩についてのまとまった見解を示し、それを研究する新しい学問分野を提起した。 すなわち社会学である。創世期の社会学者たちは数十年をかけてこの新しい学問分野を定義しようと試みた。この努力の過程で社会学は他の学問の方法論や内容から示唆を受けたり、研究者の想像力によって新規に考案されたりしながら様々に枝分かれを知っていった。こうした発展はもっと広範な文脈で生じた。第一の過程は、 植民地主義である。列強は非植民者との意見対立を大抵の場合武力で解決してきたが、非西洋人の民族的自覚が増すにつれ、社会や文化とは何かという問いが、ヨーロッパの学者にとって改めて問題になった。同様に植民地運営を効率的に行うためには、他の文化をある程度まで理解することも必要であった。 社会文化的進化の理論の勃興によってヨーロッパ人たちは徐々に度合いを増しつつある彼らの他者に対する政治的経済的支配を反映し正当化するような仕方でこうした新しい知識を組織することができたのである。非植民者は進化の度合いが低く植民者は進化の度合いが高いとされたのである。17世紀イングランドの哲学者トマス・ホップズが原始人を 技術も学問も社会もない状態で暮らしており、孤独で貧しく醜悪、愚鈍で欠乏した生活を送っていると描写したとき、彼はまさしく野蛮人についての後半に広まった考え方を述べていたのである。善良で文明的なすべてのものはこの定義の状態からゆっくりとした発展をたどって生じる。ボルテールのような合理主義の哲学者でさえ、啓蒙時代が、 人類の上昇的な進歩が次第にもたらした気結であると暗黙のうちに考えていた。第二の過程は産業革命の開始と資本主義の勃興であり、これによって生産手段における持続的な革命が行われ、促進された。社会進化や文化進化についての理論の出現は産業革命と資本主義によって引き起こされた。 ヨーロッパの変化が明白な改良であったという新年の反映なのである。工業化の進展に加えて民主主義の支配への道を開いたフランス革命合衆国憲法と1791年5月3日のポーランド憲法の制定によってもたらされた重大な政治的変化が生じたこともあって、ヨーロッパの思想家たちは社会がどのように組織されたかについて、 それまで前提してきた考え方のいくつかを再考せざるを得なくなったのである。やがて19世紀になると、社会変及び歴史変化についての3つの偉大な古典的理論が作られるようになった。すなわち、社会文化的進化、社会循環論、マルクス主義史的遺物論である。これらの理論には共通する要素が一つある。いずれも人類史のたどる道筋は固定されていると、 考えており、多くの場合それは、社会進歩の道であるとされていたのである。それゆえ、過去に起こった一つ一つの出来事は、時代的前後関係というだけではなく因果関係の、上でも現在及び未来の出来事と結びついている。それらの一連の出来事を再現することを通じて、社会学は歴史法則を発見することができるのだ、とこれらの理論は論じたのであった。 社会文化的進化論者は発展の過程を社会の進歩に導くということに同意する間古典派の社交的な進化論者は一方の血統進化の理論として知られている多くの異なった理論を展開した社会文化的進化論は早い社会文化人類学と社会的な論評が普及している理論でオーギュスト・コント、エドワード・バーネット・タイラー、ルイス・ヘンリー・モーガン、 ベンジャミン・キット、レオナルド・ホブハウス、EN、レナード・トレローニー・ホブハウス、ハーバート・スペンサーのような学者と結びつけられる。社会文化的進化は、後に生物学の進化論によって影響を与えられた科学的な線に沿った社会の考えを正式のものにしようとする試みである。もし、生命体が長い間で決定論の規範を認識できれば、社会も、 同様にそうすることができたことは合理的であると思われた。彼らは人間の社会と生物学の生態の間の類似性を発展させ、適者生存によって社会学的な理論に変化させ、文明に凶暴性と野蛮な行為の段階を通して社会の進歩をもたらしている自然淘汰と遺伝から進化の要因のような生物学の概念を導入したのである。 進歩の考えとともに人間の進歩が固定されている段階の概念を増やした社会進歩の考えが通常三つに数えられる。凶暴性、野蛮行為そして文明である。しかし、それより多い場合もあり、フランスの哲学者のコンドルセは十段階に区分した。それはフランス革命から始まり、新時代で終わっている。人間の権利と人類の完全な先駆けとなるように、 定められていた目である。多くの執筆家が同じくそれぞれの個人の成長段階で社会のこれらの段階の要約を認知した。奇妙な習慣は初期の有用な実践に逆行すると仮定したと説明された。これはまた科学的な訓練としての人類学の始まりと旧式文化の伝統的な宗教的な光景からの脱却を特徴づけることとなった。 ハーバート・スペンサー用語、古典的社会進化論は19世紀のオーギュスト・コントやハーバート・スペンサー、ウィリアム・グラハム・サムナーの作品に最も近く結びつけられる。多くの点で、スペンサーの宇宙の進化の理論は、チャールズ・ダーウィンの近年の研究より、ジャンバティスト・ラ・マルクとオーギュスト・コントの研究で、より一層の多くの共通点がある。 スペンサーは同じくダーウィンより数年より早い彼の理論を展開し、そして発表した。しかし、社会的観光に関して、スペンサーの作品が社会進化論として分類される方が良い場合がある。彼が長い間で社会が進歩し、進歩が競争を通して達成されたと書いたが、彼はむしろ集団主義より個人の方が進展する分析の単位である。 進化が自然淘汰を通して起き、それが生物学であると同様、社会の現象に同じ影響を与えることを強調した。それにもかかわらず、ダーウィンの研究の発表は、社会文化的進化の提案者に恩恵を証明した。社会の行動と教材多くの人類学者と社会学者によって取り上げられる社会科学の世界は、 生物進化と似たような問題があり、生物学の類似性がある。スペンサーとコントの両者は、社会を成長の過程を受けやすい一種の生態だとみなしている。つまり、単純さから複雑さまで、カオスから秩序まで、一般化から専門化まで、柔軟性から組織化まで。それらは、社会の成長の過程がある、特定の段階に分けられ、の始めと終わりを持つことができる。 そしてこの成長が実際社会の進歩であるということに同意したそれぞれのもっと新しい一層進化した社会がもっと良いと思われる。したがって革新が社会文化的進化の理論の基礎となっている基本的な考えの一つとなった。社会学の父として知られるオーギュスト・コントは三段階の法則を定式化した。人間の進化が刑事上学上で考え出された そして人間が超自然の生き物から自然の現象の説明を求めた進学のステージから自然が不明瞭な力の結果と想像された。そして人間がすべての抽象的な、そしてわかりにくい力が捨てられる。そして自然の現象がそれらの普遍の関係によって説明される最終の肯定的なステージまで自然の現象の説明を求めた抽象的なステージを通して進行する。 この進歩は人間の心の発達と世界の理解への考え、思考の適用の増加を通して強制される。個人のために自由が増えるに従い、社会が進展することを信じていたハーバート・スペンサーは政府介入が社会の政治的な生活で最小であるべきであると考えて社会の中でナイキのタイプの上に焦点を合わせ、開発の二つの段階を区別した。彼は 軍と工業社会を区別した。初期には、軍の社会の基本は征服と防衛の目標を持っていて、中央集権化され、経済的に自足で、集参主義であって、グループの前人を、個人の前人の上において、強制、力と抑制を使って、忠誠服従と自制に報酬を与える。工業社会は、生産目標と取引をもって、経済関係によって、 他の社会をもって地方文献で緊密に結びついており自発的な協力と個々の自制を通してそのゴールを達成し個人の善を最も高い値として扱って自発的な関係によって社交生活を規制して指導力、独立と発明を高く評価する。スペンサーの学者が彼の関連をどのようにダーウィンへ解釈するかに関わらずスペンサーは特に 米国で1870年代に信じられないほど人気が高いことが分かった。エドワード・ユーマンズ、ウィリアム・グラハム・サムナー、ジョン・フィスク、ジョン・ウィリアム・バージェス、レスター・フランク・ウォード、ルイス・エイチ・モーガンと金ピカ時代の他の考える人のような著者がすべて、ダーウィンと同様、スペンサーへの露出の結果として、社会進化論の類似の理論を展開した。 ルイス・ヘンリー・モーガンその考えが社会学にたくさんの影響をこれまでに与えている人類学者ルイス・エイチ・モーガンは1877年の古典的な古代の社会で3つの時代を区別した未開、野蛮そして文明である。それらは火、弓、未開の時代の陶器の利用、動物の家畜化、農耕、金属加工のような野蛮の時代とアルファベットと 書くことの文明時代のような技術的な発明によって分類させられる。モーガンは社会の進歩と技術進歩の間に結びつきを導入したのである。モーガンは技術の発展を社会の発展の背景にある力としてみた。つまり社会の関連のいくつかの組織やイデオロギーといった社会の変化はそれらが技術の変化の始まりを持つ。モーガンの理論は家族、 私有財産、国家の起源の研究を仕事の基礎を置いたフリードリッヒ・エンゲルスによって有名になった。エンゲルスと他のマルクス主義者にとって物質主義の要因が人類の運命を形作ることにおいて決定的であるそれらの信念を支持したこともあり、この理論は重要である。コントと並びもう一人の社会学の父であるエミール・デュル・ケームは類似的、 社会の進歩の両段論理の見解を開発した。機械的な団結から有機的な団結まで進行することに関して、彼が社会進化を明確にしたとき、彼の重要な概念は社会的連帯であった。機械的な団結で人々は持続である。ほとんど統合がなく、そしてそれで軍事力行使と抑制が社会をまとめておく必要がある。有機的な団結で 人々はずっと統合化されていて、そして相互依存である。そして専門家と協力は大規模になる。機械的な団結から有機的な団結への進歩は、最初に道徳性密度を増やすや、否や、第二の人口増加と増加する、人口密度の上にそして仕事場で、第三に増加する、専門家に基づいている。デュルケームに、社会の進歩で最も重要な要因は分業である。 イギリスのタイラー卿と米国のルイス・ヘンリー・モーガンはアメリカインディアンからのデータを研究した彼らが誰を主張したかが家庭への洞察を与えた文化的な進化と文化の進化の発展のより以前の段階を表した。モーガンは後にカール・マルクスと社会の内部の矛盾が社会主義の社会で終わった一連のエスカレートしているステージを作成した社会文化的進化の理論を展開した フリードリヒ・エンゲルスに対する重要な影響を持っている。タイラーとモーガンは、それらの全体として、人類の成長の固定されているシステムの範囲内に属することに従って、文化を分類して、そしてこの成長の様式とメカニズムを調べることについての基準を指定して、単線的進化の理論を承述した。彼らはしばしば、個々の文化ではなく、一般的な文化に対する、 関心事であった。異文化間のデータの分析は3つの過程に基づいている近代社会はより原始的かより文明的と分類され順位付けされる。そして文明的なはっきりした段階がある全ての社会は同じ順列でしかし異なった度合いでこれらの段階を通して進歩する。社会の複雑さあるいは知的な進学の そして心理的な宣伝の増加を増やすことに関して理論家が通常発展を評価した。これらの19世紀の民族学者はこれらの原則を主に種術の社会の間で宗教的な信念における相違と血縁の用語を説明するために使った。レスター・フランク・ボードはスペンサーの理論を展開したが彼の理論とは異なっていた。発展が全部の世界に適用でき、 体と社会学的が一般的な過程であると考えではなく、生物進化から社会学的な進化を区別したのである。彼は人間が彼ら自身のためにゴールを作り出し、自分自身を理解するのを務めているが、その一方で、非人間社会においては、そのような知性と自覚への誘導の自覚はなく、大体ランダムに発展すると強調している。彼は、現出過程の階層を作り、 最初に、世界の宇宙の生産、創造と発展がある。その時、生命が進化した後、生物発生があった。人間性の発展が、人間の心によって影響を与えられる、人類発生に導きかれる。最終的に、社会が発展するとき、社会行動員も同様となり、社会を手術の政治的で、文化的で、イデオロギーのゴールと適合する科学に方向づける。 こととなる。エドワード・バーネット・タイラー人類学の先駆者のエドワード・バーネット・タイラーは文化が全ての社会において重要な一部分であり、同じく進化の過程の適用を受けていることを指摘して、世界的に文化の発展に焦点を合わせた。彼は社会が文化的な開発の異なった段階にあり、人類学の目的が基本の始まりから近代的な状態まで、 文化の発展を再構築することであったと信じたので、ある。フェルディナント・テンニースは、正式でない社会からの発展を確信と描写する。そしてそこの人々は、多くの自由を持ち、そして、そこでは、近代的な、正式の理性的な社会や、慣例と法律によって独占されるほとんど法律と義務はなく、望むとき、演技から限定されていた。 すべてのより小さい社会が一つの大きい近代社会に吸収されるとき、彼は同じく標準化と統一の傾向があることを指摘する。それで、テンニースは、強グローバル化として知られている過程の一部を記述するということができる。彼は、同じく社会の発展が必ずしも正しい方向に入っていない、社会の進歩が完璧ではないと主張する最初の、 社会学者の一人であった、彼によると、社会の過程は、不完全であり、新しいものの交代と呼ばれさえすることができる。それは、高いコストを支払った後で、社会を作り上げている、個人的な満足の減少の結果であるとした。一般的に、社会文化的進化論者としては扱われなかった、マックス・ウェーバーはの理論は、権限を三部からなる、分類の理論は、 同様に進化論だとみなされることができる。彼は政治的指導力、支配と権力の三つの理想体系を区別したカリスマ的な支配の伝統的な支配、家と法律上の合理的な支配。彼はまた合法的な支配が最も進歩しており、その社会は主として伝統的でカリスマ的な権力から主として 理論的で合法的なものに発展すると指摘している。20世紀初めは体系的な危機的な試験と社会文化的進化の OK 理論の全面的な一般化の拒絶の期間の幕開けであった。文化人類学者のフランツ・ボアズと彼の学生たちは典型的に人類学の古典の社会進化論の批判のリーダーとみなされた。宣伝された民族視野より 過酷な経験的な方法を、自弁的なスペンサー、タイラーとモーガンの理論は、系統的な民族学のデータを誤り伝えたと議論するために用いた。進化の段階に関しての理論が特に錯覚として批判された。さらに、彼らは、いわゆる旧式の現代社会がちょうど同じくらい多くの歴史をもって、そして、いわゆる文明的な社会として、 同じぐらい進化していたことを指摘して、原始的と文明的の間の区別を拒絶して、いわゆる原始の一時的な社会は多くの歴史があり、それは文明がある。つまり文明化したことになる。従ってらはこの理論を読み書きをしない民族の歴史を再構築するために使う、どんな試みでも完全に試弁的で、そして非科学的であると論じた。モーガンは、 インディアンの共同体に実地調査を行って彼らの社会は白人社会よりも劣っていると主張したが実際にはインディアンの共同体社会は高度な平等主義に基づくバンド集団それぞれの自治による合議性民主主義社会である。インディアンの部族はそもそも主張性という社会システムを持っていない。モーガンらの研究は根本的に誤解と偏見に基づく 誤ったものである。水族インディアンであるバイン・デロリア・ジュニアは、モーガンたち人類学者のフィールドワークは、常にインディアンを子供扱いし、白人社会の偏見を通して行われ、歪められたものであり、その研究報告は、現実のインディアン共同体社会とは全く、かけ離れたものであるとして、これを完全否定している。偏見と人種差別に基づくモーガンらの学説は、 アメリカ合衆国におけるヨーロッパ白人文化の優位性の立証として人類学者たちから支持され支配階級である白人種がいわゆる野蛮な民族を開花させ進化させたその影響の理論として用いられたそして黒人やインディアンは白人よりも遅れた列島民族であるとして人種を投球づけるモーガンの学説は合衆国で しばしば人種差別を高級普遍化するために使われたのである。モーガンは人類が文明の時期に達するために9万5 0 0 0年かかったとし、その発展段階をスキップしたり、早めたり超えることは不可能であるとした。つまり彼の学説では9万5 0 0 0年遅れている野蛮で凶暴なインディアンや黒人は白人の文化レベルには永久に追いつくことはできないのである。 もちろんこの理論は全くの誤りであり、現在これを評価する者はいない。モーガンはアメリカインディアンはせいぜい上位の野蛮人であって、ヨーロッパ白人こそが文明段階にあり、支配者たるものだと考えた。白人種は他の有色人種よりもより進化しているとの含みで、彼の論理的結論は文化的な社会は原始社会の文化より、 はるかに進んでいるというものだった。もともと、凶暴性と野蛮性というモーガンの定義づけは、アメリカインディアンと同義語とされた言葉だった。16世紀から19世紀を通して、インディアンは白人から常にこう呼び習わされ、合衆国のステレオタイプとして、21世紀の現在においても、インディアンマスコット問題などで、インディアン民族が圧迫を受け続けている、差別概念である。 彼らは典型的に近代的なヨーロッパのそれと全く同じの文明のステージで終わった仮定された発展が自民族中心的であると述べた。彼らは同じクリロンが実際文化的な特徴と形式がしばしば社会の境界線を越えて、そして多くの異なった社会の間で放散するとき、社会が明らかに境界があって、そして別であると想定することを指摘した。 ボアが主弁的な成長段階よりむしろ実際の文化的な、そして歴史的な過程を識別するために、生まれつきの民族の間で実地調査に集中した文化の歴史アプローチを導入した。この文化の歴史アプローチは20世紀の前半にアメリカの人類学を独占して、そしてそれでレベルが高い一般化と制度設定が過去にずっと少ししか普通にならなかった。 他の人類学に影響を与えた。後に批評家がヨーロッパの政権が非西洋社会を植民地化していた時に固く境界がある社会のこの過程が正確に提案されて、そしてそれで自分の利益のみを追求したと述べた。多くの人類学者と社交的な理論家が滅多に頑丈な経験的な基盤に基づいては今、にリにーる培養的と社会進化が 西洋の神話であると考えていない。1914年と1945年の間に起こった衝撃的な世界大戦はヨーロッパの地震に障害を与えた。何百万というし、大量虐殺とヨーロッパの産業基盤の破壊の後に進歩の考えはせいぜい疑わしく思われた。それで近代的な社会文化的進化が手術の理論的な問題のために、 大部分の古典の社会進化論を拒絶している。その理論は深く S のセントリズムそれは最も貴重であると考えられる西洋文明と同等に異なった社会の上に思い価値判断を下す。すべての文化が同じ流れあるいは数列の後に続いてそして同じゴールを持っていると想定した。文明を物質的な文化と同等に扱った。進化論の深い誤解に基づいて 進化を進歩あるいはフィットネスと同等に扱った。それは大いに証拠によって否定される。多くのがおそらく旧式の社会が多分多くの近代社会より一層穏やかで、そして均等で民主主義であって、そしてダイエットとエコロジーに関してより健全である傾向があるわけではない。社会進化が科学的な理論だと断定されたから、それはしばしば不公平な、 そしてしばしば人種差別的な社会の業務特に植民地政策、奴隷制度と工業化されたヨーロッパの中で存在している等しくない経済の状態を支持するために使われた。それがナチスによって使われる若干の原理に導いたとき社会ダーウィニズムは特に批判される。モーガンは人類一言論者で人間が一つの種から進化を通して多様化していったと考えた。 対照的に人類多起源説者は極端な科学的方法をとり異なった人種が互いに独立して発生したと提唱し赤い肌と黒い肌は白人種とは別の種だとし両者は人類の起源に関して争った彼らの理論を説明するために科学的方法を用いたモーガンたちのこの方法論は一般的には科学的人種差別主義と呼ばれている 夜の地球の複合したイメージ。地球の最も明るい場所は人口が最も密集しているが必ずしも人が多いとは限らない。伝統が発明されて100年以上経過したにもかかわらず若干の地域は人口が低いままだ。1941年に人類学者ロバート・レッドフィールドは民族の社会から都市社会までの移行について記した。 1940年代までにレズリー・ホワイトとジュリアン・ストワードのような文化的な人類学者が一層科学的な基礎の上に進化のモデルを復活させようと努めて、そして社会文化的進化論として知られている研究を立ち上げることに成功した。ネオ進化論は近代の OK 進化のシリーズの最初の理論である。それは1930年代に出現し、 第二次世界大戦の後に広範囲に発展し、1960年代に人類学と社会学両方に取り入れられた。それは、考古学、古生物学と歴史学方法,法論の分野からの経験的な証拠の上に理論の基礎を置き、そして道義的であるか、あるいは文化で、その代わりに客観的で、そしてただ記述的なままでいようとして、値のシステムに対するどんな言及でも排除して、 それ自身であろうとする。その進化の過程の一般原則を与えることによって、19世紀の進化論が文化がどのように発達するか説明した間に、それは早い20世紀について同じぐらい、非科学的で歴史上の個別主義者によって退りけられた。それは進化の思考を持って戻ってきた、新進化試作家であり、現代の人類学にとって受け入れられるために、それを開発した。 新進化は、それほど前の社会学の発展関連の理論で、最有力の古典の社会進化論、すなわち、社会の進歩のそれの多くの考えを捨てる。その時、新進化が因果律議論を捨て、自己と自由意志が、社会進化の過程に、たくさんの影響を与えると論じて、改然性を導入する。それは、同じく反事実的条件文の歴史をサポートする。何の もしに尋ねることと騙されて、そして次の通りで異なった可能な道のそれほど、社会の進化がそうするかもしれないと思うことは種々の文化が異なった方法で発達するかもしれないという、事実、他の人たちが通過した、若干のスキップしている、全部のステージを可能にする。ネオ進化論は、経験的な証拠の重要性を強調する。19世紀の進化論が、 価値判断と過程をデータを翻訳するために使った間にネオ進化論が社会文化的進化のプロセスを分析するための測定可能な情報に頼った。レズリー・ホワイト文化の発展の著者シビライゼーションの展開はローマの没落に人類の全歴史を説明する理論を作ろうと試みた。彼の理論で最も重要な要因は技術である。ホワイトは ルイス・ヘンリー・モーガンの理論に共鳴し、実著、ここで、社会システムが技術的システムによって決定されると書いた。社会について、進歩を図るように、彼は、社会のエネルギー消費の処置を提案し、人間の開発を5段階に区別した。最初は、人々が自身の筋肉のエネルギーを使う。2番目に、人々は飼い慣らされた動物のエネルギーを使う。三番目に、 人々は植物のエネルギーを使う。4番目に人々は石炭、オイル、ガスなど天然資源のエネルギーを使うことを学ぶ。5番目に人々は核エネルギーを利用する。ホワイトは E が消費されるエネルギーの基準である処方線 P イコール ET を紹介した、そして T がエネルギーを利用するテクニカル要因の効率の法案である。 この理論は、ロシアの天文学者、ニコライ・カーデシェブのカーデシェブスケールの後の理論に類似している。ジュリアン・スチュワード、文化チェンジ、マルティリニア進化の方法論の理論の著者が、社会が環境に順応した方法を調べた、多線の進化の理論を作った。このアプローチは、ホワイトのニリニア進化の理論より、一層微妙な陰影に富んでいた。 他方の執事が進歩の19世紀の概念を拒絶して、そしてその代わりに、すべての社会がいずれかの方法で環境に順応しなければならなかったと論じて、適用のダーウィン説信法者の概念に対する注意と呼ばれた。彼は、社会が搾取した特定の資源の検査、これらの資源を搾取する社会が頼った技術と人間労働の組織化を通して異なった適用が、 研究されることができたと論じた。彼は、さらに異なった環境と技術が異なった種類の適用を必要とするであろう。そして、資源基準あるいは技術が変化した文化も同じくそうするであろうと論じた。還元すれば、文化が若干の内面的な論理によればではなくて、むしろ変化している環境との変化している関係に関して変わる。したがって、 培養柄が変えたと同じ秩序で同じ段階を通過しない、どちらかといえば、らは様々な方法と指示で変わる。彼は彼の理論を多直径の現実と呼んだ。彼は人類の全部の発展をカバーしている社会の理論の創造の可能性を疑問視した。しかしながら、彼は人類学者が特定の現存の文化の記述に限定されていないと論じた。 彼は典型的な普通の培養、特定の時代の代表者あるいは地域を分析している、理論を作ることは可能であると信じた。所定の文化の開発を決定している、決定的な要因として彼は技術と経済的側面を示して、そして政治システム、観念と宗教のように第二の要因があることを指摘した。それら全ての要因は同時にいくつかの方向に。 所定の社会の発展を推し進める。それで、これは彼の進化論の多線形成である。マーシャル・サーリンズの発展と文化は社会の発展を一般的と得意的に分けた。一般的な進化は周囲の状況に複雑さ、組織化と適応性で増やすべき文化的な、そして社会のシステムの傾向である。しかしながら、種々の文化が孤立していないとき、 相互作用の特質の拡散がある。主事の要素が異なったコンビネーションでそして進化の異なった段階の上に紹介されるとき、文化を異なった方法で発達するように仕向ける。ゲアハルトレンスキの著書、彼の力と偉人と人間社会、マクロ社会学の紹介知識がより多いと、それだけ社会は一層進歩する。彼はコミュニケーションの歴史で進歩に基づいて、 人間の進化の4つの段階を区別した。第1段階に、情報が遺伝子によって渡される。第2段階、人類が直感を得ると経験によって、情報を学びそれを渡すことができる。第3段階、人はサインを使い始めて、そして論理を展開する。第4段階、彼らは記号を作って、言語と執筆を発展させることができる。コミュニケーションの技術の進歩による。 経済体制と政治システム、商品の分配における進歩、社会的不平等と社会の生活の他の社会的地位を意味する。彼は技術、コミュニケーションと経済のレベルに基づいて同じく社会を区別した。狩猟人と収集人、単純な農業、進歩した農業、工業、特別。タルコットパーソンズ、社会の著者。 進化の、そして比較の展望と、近代社会のシステムは4つのサブプロセスの中に、現質を分割した、メインシステムから機能的なサブシステムを作るディビジョン。それらのシステムが一層効率的なバージョンに、発展する適用要素の方眼が前に、規定の事実からシステムを除外した。そして一層多くの複合センターの合法化をシステム、増やしている値の一般化。原子で、古風で、 そして近代的で彼は進化の三つの段階に対してそれらの過程を示す。古風な社会が近代的である間に書くことについての知識が法律の知識を持っているようにする。パーソンズは西洋文明を近代社会の、そして彼が最もダイナミックなものが発展した合衆国であると宣言したすべての西の文化に参加するのをやめている頂点だとみなした。 社会生物学はおそらく古典的な社会進化論から最も遠い位置にいる。これは、イーオー・ウィルソンの1975年の著書、社会生物学、新たな総合によって提案された。ウィルソンは、生物学の中心的な理論である、ネオダーウィニズムを社会科学分野に沿用し、人の社会的な習性、例えば利他主義や攻撃性、愛情などを説明しようと試みた。 それによってウィルソンは20世紀で最も大きな科学的論争の一つを引き起こした。社会生物学者は人は社会文化的進化と生物学的進化双方の産物であるという二重相続理論に賛成した。それぞれの要因は個別の選択メカニズムと伝達様式を持つ。理とは別にミームを研究するミーム学というのもあるがと、 D にはミームに伝的形質を認めるか認めないかなどの多少の差異がある。このアプローチは文化の変容に影響を与える文化の伝達メカニズムと選択圧に注目している。社会文化進化のこのバージョンは20世紀初期から中期の古典的な社会進化モデルとの共通点がほとんどない。このアプローチは一部の文化人類学者、心理学者、 自然人類学者が受け入れた。現代の進化的総合としても知られるネオダーウィニズムは一般にチャールズ・ダーウィンの自然選択による進化の理論とクレゴール・メンデルの遺伝学を基礎とした数学的な集団遺伝学の結合を意味している。基本的にネオダーウィニズムは二つの重要な発見の結びつきを明らかにした。すなわち進化のメカニズムと進化の単位である。 社会生物学は生物学への強い依存のためにしばしば生物学と社会学分野の支流とみなされる。しかしそれは動物行動学、進化学、動物学、考古学、集団遺伝学その他非常に多くの科学分野の技術や知識を取り入れている。人間社会の研究の分野で社会生物学は人間行動生態学及び 進化心理学に密接に関連している。社会生物学者は遺伝子の役割は非常に複雑で、遺伝子と環境の相互作用はしばしば予測できないと述べる。しかし、社会生物学は遺伝子だけで人間の特定の行動を説明しようとしているという批判を伴って、未だに論争の的になる。人間の行動に遺伝子が果たす役割について論じる。 ことを批判した近年の最も著名な科学者はリチャード・ルーンティンとスティーブン・ジェイ・グールドであり20世紀初頭にはフランツ・ボアズがいた進化心理学の高まりのために文化の適応と選択の原理を集団遺伝学の数学的原則を用いてモデル化しようとする別の一派が過去25年の間に姿を現したこの一派は UCLA のロバート・ボイドと UC デイビス s 校のピーター・リチャーソンによって開拓され、ウィリアム・ウィム・サットによって拡張された。ボイドとリチャーソンの著書、カルチャーザ・エボリューショナリープロセスは、非常に高度な数学を用いて、文化の変容を説明しており、後に、もう少し一般向けに、ノット・バイ・ジーンズ・アローンが発表された。ボイドとリチャーソンの視点によれば、文化的進化は、 生物学的進化とは異なる次元に存在する。二つは関連があるけれども、文化的進化は生物学的進化よりもダイナミックで急速で人間の社会に影響力がある。近代化の理論は1950年代と1960年代に発展させられ普及した理論である。そして依存心理論と開発理論に近く関係がある。それは 社会文化的進化の前の理論を実際的な経験と経験的な研究、特に非植民地化の時代からのそれらと組み合わされる。理論は次のように述べられる古典の社会進化論の理論から発展させた近代化の理論は近代化の要因を多くの社会が単純により進歩した社会や文化の模倣を試みているという要因を強調している。それは また字のようにすることができると述べられる。社会の工学技術の概念と先進国が発展途上国を直接、あるいは間接的に、助けることができることを指示し、またそうすべきである。この理論に多くを貢献した科学者は、ウォルト・ロストである。彼の著書、経済的成長の段階、非共産党宣言、国のために必要な要因が彼のロストビアン。 離陸モデルで近代化に道に達することを示そうとして、近代化の経済体制面に集中する。デイビッド・アプターは、民主主義の良い統治と効率と近代化の間に接続を、研究して、民主主義の政治システムと歴史に集中しました。デイビッド・マクルランドは、心理上の展望からこの主題に取り掛かりました。彼の動機づけで、社会を与えられるまで、 近代化が起きることができないと論じている理論が革新、成功と自由企業体制を高く評価した。アレックス・インケルスに若干類似しているため多くの批判に影響を受けやすい理論でもある。のための編集予報がグールドとエルドリッチが生物進化のために発達させた分断平行の後に続きます。ブルームフィールド6、7は人間の社会が最初、 安定した社会、より大きい複雑さで次の安定した社会をもたらしている意向を意味するであろう、分断平行の後に続くと書きました。これらのガイドラインを使って、人類が安定した、小坂実社会に安定した動物社会、安定した部族の社会への意向、もう一つの意向を持っていて、そして現在過渡的な工業社会にあります。そしてもし男の前の変化が延長されるなら、人類が、 未来の安定したオートメーション化された社会を持つでしょう。人間の社会のステータスは、食料生産の生産性に基づきます。DV8 は、人の数の成長について報告しました。DV は、同じく、生産性が安定した社会のために、ほんの少ししか変化しないが、移行の間に増加することを指摘して、食料生産の生産性について報告しました。 生産性と特に食物生産性がもう増やされることができないとき、ブルームフィールドは人間が安定したオートメーション化された社会を達成してしまっているであろうことを提案しました。オートメーション化された社会は種が変化するようにすることは人間にとって可能であるかもしれないスペース構成要素を持っていることを期待されます。太陽衛星発電所から無制限のエネルギーを 供給することによって、スペースが同じく現在の汚染問題に対する解決を提供すると同様、人口の継続的な成長を考慮に入れると考えられます。科学者が持っている脱工業化社会の理論が進化論を手術の傾向を分析して、そして社会の将来の開発を予測するために使った。これらの科学者は、その当時工業社会の終焉がやってくると論じて、 脱工業化社会の理論を作り出した。そしてサービスと情報が産業と商品より一層重要になったのである。1974年、ダニエル・ベル、脱工業社会の到来の著者は脱工業化社会の概念を提起した。多くの古典派の進化論者のように、彼は人類の歴史を三つの時代に分けた。産業革命以前、産業革命、そして、 産業革命以後である。彼は20世紀の終わりまでに、米国、日本と西ヨーロッパが産業革命以後の段階に届くと予測した。これは以下のことで明らかである、1970年代から多くの他の社会学者と人類学者、例えばアルビントフラーとジョンネス・スウィッツの概念を提起した。そしてこの用語は、間もなくグローバル化とインターネットの研究者によって、 改変された。ネスビッツと脱工業化社会の理論の多くの他の提案者は、ローカルな議案提出権と直接民主制、伝統的な社会のクラスの階層の変更、新しい社会運動の発展と消費者と入手可能な選択の数の増加した権力の重要性を増やして、それらの大傾向が文献化、中央政府を弱めることを導くと論じます。いくつかの基礎は、 技術的得意点の理論と関係がある人たちである。この理論は文明社会の発展で技術進歩の加速のために社会の科学的なそして経済の変化が非常に早いのでその他何もその時得意手前の人によって理解されて確かに理解されるかあるいは予測されることができない発射時の目標予想位置あるいは終止符を参照する。このような特異点は 最初に1950年代に論じられて、そして1980年代にバーナービンジによって非常に普及させられた。脱工業化社会理論の批評は、いくらかの予測としてもそれが非常にはっきりしない、現代の研究者によって予測された指示が、今日、目に見える傾向で将来に実在するか、あるいは発展するであろうという保証がないことを指摘する。しかし、 未来を予言することを議論する真剣な社会学者はいない。この理論が近代的な世界で起こった変化のより良き理解を得ることをそのような理論が我々に許すことだけである。冷戦の期間は二つの超大国の間の競争によって特徴づけられる。両者とも自分自身が地球上での最も大いに進化した文化であると考えられていたのである。 USSR は自国を階級闘争が現れる社会主義社会で共産主義の状態になる運命だと表現した。一方、タルコットパーソンズをはじめとするアメリカ合衆国の社会学者はアメリカの自由と繁栄はより高いレベルの文化と社会の社会文化的進化の証明であったと論じた。同時に非植民地化が一層発達しようと努める。 新たに独立した国によって進められた。それ自身、ある形式の社会文化的発展の枠組みであった進歩と工業化の原型。ルソーからこの発展が人間の自由と威厳の損害と同時に起こると論ずる。マックス・ウェーバーまでヨーロッパの社会の理論に、しかしながら伝統があります。冷戦の絶頂において、この伝統は1960年代に、 積極行動主義者文化に影響を与えるために、エコロジーに対しての興味と合流しました。この運動は調和の中に社会を連れてくることについての重要性と環境を強調した、いろいろな政治的な、そして哲学的なプログラムを生産しました。新しいトライバリスッツの現在の政治的な理論が、意識して、近代の科学デラを増大させて、エコロジーと原住民の生活方法を真似ます。 イーコリジェノルデモクラシーが自然に発生するイーコリジェンの境界に十作グループあるいは社会が周囲のエコロジーから相続するさらに多くあるいはそれほど明確でない境界線の中の種族を閉じ込めようと試みます進歩が競争によって進むことができることの間にけれども種族とそれの中でエコロジーのボーダーによってあるいはそれに意識して欠乏している エネルギーあるいは材料に順応することを強いることによって人間の社会に対する自然淘汰の圧力を真似ようと心みる自然な資本主義誘引によって制限されません。ゲイアンズは社会が自然の効力を利用している一層能率的な社会からディターミニスティクリーにらの生物圏のエコロジーにおける役割を果たすかあるいは競争のために失敗として 他に死に耐えるように変化すると論じます。それで若干なが社会文化的進化の理論にエコロジーと密接に結びついたグループの社会のハーモニーを最適化することは文明に発展より一層望ましいかあるいは必要であると断言することを誓願しました。ニアアクティックの専門家とネオトロピック原住民の2002年の世論調査柄のすべてがその時の典型的な ヨーロッパ人よりむしろ、どんなヨーロッパの連絡にでもの前に、1491年に典型的な新世界人であることをより好んだで、あろうことを明らかにしました。ひどい環境被害をしている、原住民の多くの歴史の例がある、そして、ゴールの提案者が、高貴な野蛮人という、インディアンに対する白人のステレオタイプ化を指摘することによって、このアプローチは批判された。 気候の変動を無視して、インディアンが乱獲したから、マンボスが絶滅したのだという学説に対しては、バインデロリア・ジュニアが、インディアンに対する人種差別であるとして激しく批判している。今日、ポストモダニストが発展があるいは、社会の概念が固有の意味を持っているかどうか、そしてらが記述をしている人についてそのことより一層、多くが記述されているところをさらけ出すかどうかが疑われている。 観察している、そして観察された文化が容易にらのそれぞれのプライオリティを伝えることが可能であるために十分な文化的な類似性に欠けるかもしれず一は、征服あるいはコロニー形成によってもう一人にこのような信念と判断のシステムを課す恐れがある。例えば、現住民での数学と物理学の非常に異なった考えの観察が間接的にジョージレイコフの 数学の認知科学のような考えに導いた。そしてそれは測定系柄自身客観的であり得るか、どうか疑われている。ありがとうございます。